Yeah, yeah. お送りしたのは One and Only で We Will Rise Again でした。ということで、まあ今日は2人で集まったということは、はい、なんか歌う？歌っちゃいますか。本当にいいんですか。イエーイ。ということで、ちょっとまあギターもあるんでね、はい、せっかくギターを使うがいいのか、それともこうギターを叩いている、これだけにする？それむずいっすね。あ、むずいっすね。ほぼ分かってる。ハードル高いっすね。ハードル高いな。はい、じゃあ行ってみましょうか、はい、この曲。大丈夫？はい。 All right、yeah.The crowd is the best place to find the lovers of the powers where I go. Me and my friends at the table doing shows, drinking fast, then we talk slow. Nobody start up a conversation with trust me, give it a chance. Now take my hand, stop the battle, missing the jukebox, and don't miss that to dance. Now I'm thinking like, girl, you know I want your love. You're like my handmaid for somebody like me. Come and now follow my lead. I may be crazy, don't mind it, say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now follow my lead, and come and now follow my lead. Oh.I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. So my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. You're my bestie, smell like you. Everything discovered is something brand new. I'm in love with the body. Oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with the body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with the body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why.I'm in love with the body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. All right. Yeah. Oh, you're Win Win のダーツで。はい、やってまいりました、ダーツでポン。イエーイ。先ほど僕ら歌ったのはですね、エド・シーランの Shape of You でした。はい、うー、緊張したー。ねえ、A メロあんな早いのよく、A メロ難しい、A メロが危なかったっす、ね、いや本当に素晴らしいと思いました。いつも緊張しますね。もうここまでがずっと緊張してます。本当にラジオは歌うまでが。そうなの、はい、いつもラジオ歌うの？いや、あのウィン君と、あ、俺とやるときだね、はい、やるとき。なんか歌いに来てるよね絶対、はい、もうもはや、いやもうこれを楽しみに。このセッションが楽しすぎて、あいつギター弾いてくれるしな。ちゃよっしゃーみたいな、これを機に歌ってやろうみたいな。気持ちいい。気持ちいいって、もう何言ってんだ。はい、ということでダーツやっていきましょう。はい、ダーツでポンの質問なんでね、こうボードに書いてある番号の質問答えるとコーナーでございます、はい、これ2人でやりましょうか。わかりました。いいですか、2人でいける？いけます。多分質問がもしかしたら更新されてなかったりするんで、はい、まあちょっとなんとか質問ちょっとやっていきましょう。いきます。よっしゃ、ダーツダーツ。はい、じゃあまず俺からね。はい、はい、いきます。3番。うわ、はい、ボンボン投げていいんですか。あ、ちょっと待って、1個ずつ行こう。1個ずつ、はい、1個ずつ行かないとあれだから。はい、はい、3番です。3番、ラジオネーム夏。とんかつは何で食べる派ですか？とんかつ、とんかつは僕塩で食べます。そう、僕はソースです。どっち？ソースです。ソースか。ソースです。あれ、ソースですよね、とんかつって。合ってるよ、ソース。はい、ソース。あ、ソース塩なんですか？俺塩なんだ。そう、そうなんだ。それこそ昨日名古屋に行ったんですけど、うんうん、味噌カツ、あれ味噌ついてるから、ね、味噌でした。美味しかった。味噌カツはまんま食べるよ。味噌ついてるから。さすがにそうです。そう、味がついてないとんかつのこと。塩がいいですね。でも、うん、俺塩が好きなの。天ぷらとかも塩派。あ、天ぷらは僕塩です。あ、めんつゆじゃない？でも塩です。あ、そうなんじゃ、はい、次行こうか。よっしゃ、投げて。いいですか。はい、どうぞ。ブルー、じゃあブルー。はい、ブルー入ったらこれね、甘いもの買ってきてくれるの。本当に？そう。よっしゃ、行きます。はい、おし、おい、何番？12です。はい、12。そこに紙があるから
なんか12番探して撮ってもらって。はい、じゃあ行きます。はい、読んでください。ラジオネームまこちさん。はい。ウィン君、ハヤト君は一人まるまるどこまで行きますか。チャレンジしたい一人まるまるもあれば教えてくださいってことで。へえ、俺映画とかは行くじゃん。はい。映画行く？映画行けます。あ、本当。はい。何やる一人で、あと焼肉とかはある？いやでも焼肉はそのそれこそ一人焼肉専門店。あ、専門店。専門店だけ行ったことない。すごい訛りだったら。あ、専門店だけある。はい。あ、もう仕切られてるんでしょあれって。はい。だから行きやすいんですけど、いや普通のは無理ですね。だよね。はい。俺一人焼肉チャレンジしたいんだよな。いや難しい。なんか一人で飲めるお店みたいなのはちょっとあるんだけど。はい。そう。そこは。行けないな俺。飲みにも行けない？行けないです。まだそっか。お酒そんな飲まないでしょだって。僕弱いんですよめちゃくちゃ。ああ。だからあんま飲まないです。そうだよね。お酒そっか。じゃあ一人あと何やる人？あと何があるんだ。でもなんか旅行とか行きたいですけどね一人。それじゃまあ俺はキャンプほら。あそっかキャンプ。やるから。えキャンプ一人で。そう。怖くないんですか夜とか。怖いよ。怖いですよね。うん、すげえ。いや僕虫苦手で夜冬は出ない虫ほぼいない、うん、へえ、まあ、本当に微生物ぐらいのちっちゃいやつはいるけど それはまあ 目に見えないでしょまずそうそれはいいのキャンプそう冬行きたいキャンプいやめっちゃいいよ寒いけど薪ストーブみたいなのがあるから俺テントの中にちゃんと換気をね保って入れて買ってましたよねそうそうそうだから最近なんか最近ああそう俺のあ見たインスタそうあれはクッカーって言ってね、はい、あそれ喋りだしたんだあもう終わりですって言われた2個しかできなかったごめんなさいすいませんはい次の曲いきましょうか僕の曲です聴いてください森瀬君で My Place Your Place、yeah. え行かないのあれあそこ見舞いかじゃあ見舞いしてくんないお送りしたのは森崎美で見ましたフェナイでしたそれでは皆さんの誕生日お祝いしていきましょう僕からいきますね、はい2月5日万能2月25日あゆちゃん2月15日エンディちゃん2月25クーネの旦那様まこと2月20日さーちゃんのおばあちゃん松さん2月26日みーさんのめいみずきちゃんはい2月24日かわちゃん2月26日今友さん、2月24日、綾瀬のしーちゃんの甥っ子のお嫁さんかりんちゃんこれはちょっとだいぶ遠いなおいはいどうぞ2月27日、母のよしこ90歳ですはい誰の母レイの母でしたレイの母さんはい2月24日生粋のスカッコの義理の母小春さんああ、はい2月27日あらやだ奥さん次男のリクトさん2月25日福ちゃん2月28日プミさんはいどうぞもう僕終わったんですの主人のタケさんでした、はい、プミさんの主人のタケさん3月1日、はい、キリさんお、3月1日馬の脇毛の息子ハルマさんはい、はい、おめでとうございますおめでとうございますいいね誕生日をねいやすごい一緒に読めましたねイエーイはーいめでたいどうですか誕生日をお祝いするっていう気持ちは いいですね気持ちいいこっちまでこうなんか一緒に本当ですかはい誕生日気分になった気分になる本当に誕生日の気分ってどういう感じなのなんかケーキ食べたいなみたいな Happy birthday to you、yeah. Happy birthday 一緒にせーのHappy birthday to you Happy birthday あこれねここはねもう自由なんですよ、はい、なので今3月ちょっと入ったよね、はい、3月ちょっと入ったぐらいまでの皆さんYeah! せーの Happy birthday 待って待ってもう一回行こうかせーの Happy birthday to ちょっとどういう感じなのやっぱり誕生日お祝いするってそれを to にちょっと込めてなるほどねいくよはいせーの Happy birthday to to いいね you winning parade 時刻は11時になりました森崎ウィンド隼人がお送りしている
FM 横浜ウィニングパレード、ここで僕の、故郷ミャンマーについての、ニュースをお伝えしたいと思います。はい、こちらはですね、毎日新聞からのニュースでございます。国軍によるクーデターから2年が経過したミャンマーの農村や山岳地帯で民主化を目指して武装した市民や少数派民族武装勢力と国軍の戦闘が続いています。制圧に手を焼く国軍は今月2日に、戒厳令の対象地域を拡大しており、住民は戒厳令で攻撃が増えるのではないかと不安を募らせています。国軍は1日治安悪化を理由に非常事態宣言の半年間延長を発表し、8月までの実施を明言してきた総選挙を先送りにしました。翌2日にはですね、全国330軍区のうち7軍区に発令してきた戒厳令の対象を37軍区に、大幅に拡大しました。国軍に抵抗する市民による武装放棄が続く地域が大半で、戒厳令下では、行政権や司法権が国軍の地方司令官に移され、特定の罪については非公開の軍事法廷で裁かれます。調査団体データフォーミャンマーによるとですね、2021年2月から今年1月末まで全土で家屋5万5000戸以上が国軍の放火で焼失しました。非常事態宣言延長の背景には、国軍の主張する治安悪化に加えて、国軍内の権力闘争や少数派民族武装勢力との調整が難航していることなどを挙げ、延長された宣言の期限となる7月末までに状況が収まるかは不透明で、宣言がさらに延長される可能性があると指摘していますというようなことなんですけれども、これはね、もう今地方の方とかもなんか結構、むしろ地方の方がもうその戦闘が結構激しくなっていたりとかする地域が増えてまして、まあもちろんその市内もね危なかったりするんですけれども、こういう不安定な状況がずっと続いてます。そして先週のニュースでも僕はショック受けたんですけれども、あの国軍が武器を持っていいというこうルールを発令するっていうこともあって、まあ、これからこうミャンマーはどん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 悪化していってる中で、まあ一日も早いねその収束を願っているんですけれども、その中でですね、ウィニングハートというコーナーを始めました。これはハートの形で折っていただいた折り紙ですね、ミャンマーへの思い願いを書いてもらって、それを一つ一つつなげて、スタジオに今飾っております。これをですね、いつかミャンマーに持っていける日をこう夢見ながら、まあ、願いながらなんですけれども、今日も何個かね紹介させてください。もしよかったらハヤト君も立って、はい、見てください。見ます、はい、すっごいたくさんです。そうなんですよ、すみません、このマイク2人でちょっと話して使いたいと音量上げといてください。出まーす。はい、はい、なんかもう好きなの、なんか気になったのあったら読んでください。子供たちに輝く未来を、これ名前とかもね書いてくれてる方いるんですけれども、名前の紹介だけ割愛しましょう。うん、はい、ミャンマーの平和を取り戻そう、うん、花は咲く平和な毎日、お夢が叶いますように、うん、子供たちの夢を叶えよう、すごいいっぱいある、ミャンマーを忘れない、いやすごいんですよ、うん、これはもうすごいですね、はい、いろんなでも言葉で、これはミャンマー語なんだよね、アナガっていうのは未来って意味のミャンマー語で、そうなんですよ、平和とか未来めちゃくちゃ多いですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ですね、このウィニングハート、なんと今日で 76,272 ハートをいただきました。本当にありがとうございます。ですね、これをいつかねミャンマーに持っていける日を、まあ、いつになるか分かりませんが、皆さんの願い思いを、届けられる日がもう届いていると思うんですけどね、こういう形であったんだよあの時はっていうこう見せられる日が早く来ることを願ってます、はい、これから追ってみたいっていう方はぜひですね、ソワ君の皆さんもよかったら追ってください。はい、番組サイトに折り方載ってますので、うん、ぜひぜひ見てくれたらなと思います。ハヤト君ももし時間あったら後でね、折ります、1個折ってってください。任せてください、ぜひやらせてください。あの折り紙がもしなかったら後日でもいいんで、はい、はい、ぜひぜひお願いします。はい、
それでは次の曲いきましょう。次の曲は僕の曲です。森崎ウィンで My Place Your Place。Baby please Oh, 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 baby Baby please Please give me your presentation。 森崎ウィンとハヤトがお送りしている FM 横浜ウィニングパレード、ここで今週のプレゼンテーマ静岡といえば、について皆さんのプレゼン読んでいきたいと思います。やったー、 Oh my god。 はい、こちらですね。はい、いきますよ。お願いします。ラジオネームマイマイマイキー、そしてあーちょっと待ってね、ユッキープー、そして結果は豆乳というペンネーム面白い、ね、リユサ、はい、そしてトコ、お茶、お茶ね、だそう。お茶は有名ですね、めちゃくちゃ。本当に本当有名です。もう静岡といったらお茶一番。それ知ってんの自分で。知ってます。茶畑がバーって広がってるんですよ。あ、そうなんだ、はい、三島もあるの茶畑。三島ないです。三島何もないじゃん。ちょうどね、三島ないですよ、うん、大丈夫それ、はい、吊り橋だけっす。だけなんだ。あとコロッケ。静岡出身の友人から聞きましたと。さすが静岡と思ったエピソードは、はい、給食で牛乳だけでなく緑茶が必ず提供される。いや本当にらしいよ。友人曰く静岡では給食の時間になるとお茶係の生徒が大きな夜間に入ったお茶をみんなに提供するみたい。あの寒い時とかはありました、うん、あったかいお茶。あったかいお茶ありました。あ、そうなんだ。夜間に入れて継ぐっていう給食の、うん、あの現場のお茶場にあるような。そう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 。マジでマジで。え、静岡限定なんだそれ。しかもいや、どれ、東京の小学校行ったことあるけど ないよ。へえ、そう。もう結構。え、静岡って牛乳瓶パック。パックです。あ、東京は瓶なんだよね、まあ、わかんない、俺が言ってたところは。え、じゃあ牛乳パック係とかいなかったですか。瓶係はいた。あ、いるんだ。パック開いて干さないといけないっていう。あ、そういう係なの。そうなんですよ。で、洗濯バサミにこう干して。え、めんどくさいけど。いや、でもやらなきゃいけないね。いや、俺めっちゃ嫌でした。自分の分だったらいいけどさ。そうそう、マジで。そうそう、やだね。牛乳苦手なんで。ちょっと牛乳苦手なんだ。はい、マジで。お茶は？お茶大好きです。ああ、よかった。さすが県民。静岡県民ね。いいね。いつか県民賞とか出て。おえ。おえ、何のおえ？出たい。静岡。出たい。静岡代表で。何見てんの？はい、次いきます。ラジオネームはやゆみ。はい。ゆきぷ、黒猫、はやみゆですね。ごめんなさい。はやみゆでした。うんうん、ちびまる子ちゃんランド。ん？それは、いや俺は知らないよ。あなた、って。いや、でもなんかあのちびまる子ちゃんのその場所が静岡県なんですよ。は知ってて、はい、検索は、エスパルスドリームプラザにあるちびまる子ちゃんランド。あ、その辺なんだ。3年4組の教室や秘密基地などアニメに出てくる場所がリアルに再現されたものがたくさんあったりして楽しめますと。小学校の時にサッカーの遠征で必ず行ってたくらい思い出の地です。たくさん映えた顔をするフォトスポットもたくさんあるので、ぜひハヤト君も行ってみてください。はい。それ何でも鷹を入れてるの？あの、たつければつけれるんですよ。映えた顔って。映えたっていうたがつけば。そう。映えた顔。ありがたいな、ね、ありがた顔。これを流行らしていきたい。なるほどね。はい、お腹減った顔。そう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 。お、うまい。いえ。ありがとうございます。ありがたかおです。ありがたかお、はい、ありがとうございますって言ったかお。あー、いいですね。嬉しいって思ったか。次行こうか、はい、もう終わりだって。ちょっとありがとうございます、はい、皆さん。ということで皆さん本当にありがとうございました、はい。次の曲いきましょうか、はい。ジョナスブラザーズの新曲 Wings。時刻は11時15分です。ここで FM 横浜ニュース&ウェザーです。担当は後藤さん、お願いします。ありがとうございます。担当は後藤さんでした。今夜のスープパレード。Just go with me.
さあやってまいりましたスープでパレード、イエーイイエーイイエーイということで、みんなにねアンケートを取ってるんですけど、はいはいはい、何が一番多かったんだろう。韓国のスープが多かったね。おはい、残念でした違います、しじみ70個分の力きた、これこれね好きなんでしょ、しじみが。あのこれあの自販機にもあるんですよ最近。あ、じゃあそうなの、このコップ付きで売ってる、はい、このなんか缶で缶で缶で、このコップは付いてない、このコップは残念ながら付いてないんですけど、カリタでね、はい、へえそうなんだ、これはめちゃくちゃ飲みますね。へえ、自販で売ってんだ。自販で売ってます、帰り道に飲んで最高。自販でスープ売ってる自販って俺なかなか見ないんだけど、最近多いです。あの恵比寿あります、恵比寿。マジで、はい、事務所の近く、はいありますよね、あるの。マジで、はい、全然知らないな。なんかあの一風堂のスープとかが売ってたりします。マジで、はい、めっちゃ進化してる。一風堂のスープ買って麺入れたら一風堂なんの、なります、多分。なんでだ濃さが違うわうん、うまいね、やっぱりスープって。最高だな、この時間の。あー、うまい、しじみ、あったまるわ。今日ね、ハヤト君が昨日名古屋行ってたらしくて、はい、お土産をね買ってきてくれたんだよね。買いました買いました。これなんていうの？わかんないです。プレッツェル。あ、プレッツェル。これそれに有名らしいですね。でもなんかその。後ろの俺初めて食べたけどさっき美味しかった。山ちゃん。山ちゃん。山ちゃんほら手羽先山ちゃん。はいはいはい。あれで有名だからさ、それ行ったことあるんだけど美味しい、これ。やった。プレッツェル。プレッツェルです。はい。とあと。カマンベールじゃなくてカントリーマーム、カントリーマームカマンベールはチーズだね、カントリーマームの、カントリーマームなんかあのこれはなんか小倉トースト、あ、そうそう、小倉トースト、それも名古屋で有名らしい。小倉トースト、そうなんだ、はい、あ、なん、コメダコーヒーとか、あ、コメダコーヒーね、あー名古屋らしいです。コメダコーヒーはね、よく行ってた、名古屋行った時。そう、美味しいっすよね。美味しいんだよ、あれ好き、ね、静岡にもありますけど、コメダコーヒー。あるの？ありますよ。本当に？家の近くにあります。マジで？はい。コメダコーヒー。あります。へえ、そうよく行ってんの？あんま行ってない。行ってあるなっていうだけ。東京あんま見ないよね。東京見ないですね、全然。京都に。そのあそこの横浜のあそこの港未来のあれにありますよ。そう、ランドマークにあります。ハンドマーク？ランドマーク。あ、ランドマーク。このハンドマークってなんだ。ランドマークにあるんだ。ありますあります。あ、そうなんだ。ランドマーク。超たまに。そうなの、あ、あるじゃん、そこの並び、そうそうそう、セブンイレブンとかがある道だよね。そう、へえ、アフリの向かいぐらいで、確かにあるな、あそこ。たまに行ったことない、ちょっと早い時間がある時とか。マジでパッて行って、パッて行って米田くださいっつってコーヒーコーヒーです。いや、そこ米田ください米田ください言いますね、次米田かおっつって。あー、いいね、心がいい。はい、どうぞパレード、森崎ウィンとハヤトがお送りしました FM 横浜 84.7 ウィニングパレード。ハヤト君、お知らせをどうぞ。はい、僕たちワンオリですね、今年で5周年ということで、はい、5&5 プロジェクトという、ね、プロジェクトを始動しております。お、まずね、5ヶ月連続リリースということで、今ね、第2弾楽曲の、はい、Get That ですね、はい、昨日ミュージックビデオの方も YouTube に公開しました、はい、そして3月8日にはですね、第3弾楽曲の Will Rise Again がね、お、CD としてリリースされるんですけども、はい、こちらは映画バトルキング Will Rise Again が3月10日に公開されるんですけども、はい、そちらの主題歌にもなってますので。3月10日なんだ。はい、ぜひ皆さん劇場にね足を運んで主題歌も愛してください、うん、お願いします。そして春にねホールツアーがあるんですけども、はい、ワンオリーワンエンライブ2023デパーチャーということで、うん、5月からね、ライブします。はい、はい、東京の方がですね追加公演が決まりまして、はい、昼の部が追加されたので、ぜひ遊びに来てください。いいね、はい、いいねぜひスミン君もね、そうだね、めちゃくちゃお忙しいと思います。いやいやいや、全然暇ですよ。ちょっとライブね、一回行ったのすごい良かったかな。はい、一回ね来てくださって、本当にまたぜひぜひお邪魔させてください。時間あったら来てください。よろしくお願いします。はい、私からのお知らせはですね、まあ
来週の火曜日歌コン、NHK の総合歌コン生放送ですね。見よう。はい。もうそれを今言うだけで緊張するっていうぐらい。いやマジ生放送の歌唱はやっぱりやばい。やばそう。しかも自分の曲じゃないからさ。はいはいはい、はい。そうね。めちゃめちゃね緊張すんのよ。やば。見たいこれ絶対。頑張ります。まあ、頑張ってください。ぜひ時間タイミング合うかな。19時ごめんなさい。19時57分からだからね。なんかイベントとかリハとかしてる可能性はあるかもね。何でも。ぜひぜひ時間あったら見てください。はい。はい、そして映画レッドシューズ、本日公開です。ぜひ皆さん劇場まで足を運んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで僕もね、全国ツアーやります。4月、7日からスタートして6月1日まで、ぜひ全6カ所ですね、ぜひぜひ皆さんお越しください。詳しくはホームページとかを見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、あとは何回もそうだな、これもというか明日、世界一受けたい授業、世界不思議発見、出ます。すごい、たまたま2つ世界がつく、すごい繋がったんだよね。グローバルすぎるねえ。面白いよね。俺もブラジル行きたい。行きたいです。いいな、あのアニメのイベントとか出たいな。ね、ちょっと言っときます。はい、はい、でじゃあねえ、あとはなんかこれだけは言いたいとかある？どうですかこの、いやもう僕はこれだけは言いたいみたいなある。なんだろう、ウィン君、はい、好きです。お前はねこれを生放送で言うんじゃないよ。はい、来週のプレゼンテーマ、おすすめの塩、はい、これをかけたらうまいぞっていう、このこれいい塩だよとか、はい、味塩といっぱいあるじゃない。おありますね。ぜひ教えてください。最近ちょっとね、そう岩塩とかね、あとなんか塩麹とか、塩麹、塩麹は塩なの？わかんないです。塩コショウ、はい、塩コショウ。はい、皆さん今日はね、聞いてくれてありがとうございました。 FM 横浜 84.7 Winning Parade、 お相手は森崎ウィンと隼人でした。いえ、隼人くんありがとう、今日来てくれて。ありがとうございます。またぜひぜひ来てください。またお邪魔します。ね、ちょっとぜひまたやりたいね、二人でね。やりたいです。なんだかんだ早いね。すぐ時間が経っちゃうんで、またすぐ遊びに行きます。わかりました、また待ってます。はい、ということで最後の曲はジェシー・パレラ、アルバート・ポラスの Every day feels like Sunday でお別れしたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみ。おやすみ。